どうも、Bレジェンド柿谷でございます。皆さんはね、普段、Bレジェンド持ち運びするときはどうやっていらっしゃいますでしょうか。ね、まあ、何度か話をしてるので、もう皆さんの中ではね、ご理解いただいてるかと思うんですけども、このね、Bレジェンドの袋。これね、実はもうね、僕最強だと思うんですよね。非常に、手前味噌ですが優秀で、まあ、ポリとアルミと、ナイロンとってこうね、うまくこうミックスしてね、何重構造にもなっててね、それで、まあ紫外線とか酸素透過性、空気の透過性とかが、まあほぼというか全然なくてね。で、このチャックもね、結構しっかりしてるので、チャック閉めてもらったら、本当に密閉できるというかね、あまり空気にも光にも触れないということで、まあ原則、保管はこのアルミ袋に入れてくださいねって言ってるんですけれども、普段ね、トレーニングされるときって、これなかなか持っていくのもタフじゃないですか。だから、まあ持ち運びするときにね、まあみんなどうやって持ち運びね、プロダにしてるのかなと思って、ちょっと話を聞いてたんですね。そしたら、まあいろんな案が出て、ちなみに僕はどうやってるかというと、大体 B レジェンド、ノーマルシェイカーか、マッチョ29シェイカーにスプーン4杯分入れて、で、これで蓋閉めた状態で持っていって、で、トレーニング後にお水入れて、シェイクして飲むとっていうのが僕のパターンで、あと聞いてて多かったのはなんかね、一回一回入れるのが邪魔くさいと、もう一緒のような気がするんだけどね、なんかこれぐらいの入れ物にね入れて、ここ1キロほど大きくないんだけど、このシェイカーよりも大きいみたいな、なんか5回分とか10回分ぐらい入れれるようなやつをポンとカバンの中に放り込んでおいて、で、つどつどそうやってシェイカーに入れるみたいな話も聞いたことあるし、あと、こんな袋の中に入れて、ここからね、分けて持ち歩くっていう人もいらっしゃるし、中にはこの一食あたりのね、ちっちゃい袋の中に入れてね、で、チャックして、まあ、一回一回こう入れるみたいな形の方もいらっしゃいましたし、あとやっぱりね、この1キロ丸々持ち歩くっていう方もいらっしゃいました。まあ、本当にね、いろんなケースがあって、どれがいいとかどれが悪いってないんですけれども、やっぱりね、理想としては、このアルミ袋がビレジェンドかなりいい袋を使ってるので、これで管理してもらうのが理想かなと。だから、まあ、一回一回ここに入れてね、まあ、持ち運びするっていうのであれば、まあ、その飲むまでの間のね、空気に触れるだけですから、まあ、痛みはほぼないと思うんですけれども、なんかね、その長期間、例えば別の色物に入れてね、10回分とか入れて、ちょびちょびやるとかだったら、まあ、多少痛みも出てくるのかなと思うので、理想としてはやっぱりこのアルミ袋で持ってもらいたいな。ただね、やっぱりね、アルミ袋とかこういうジップの袋とかもそうなんですけど、ジムバッグの中に入れてね、中、例えばグローブ取ろうとかね、パワーグリップ取ろうと思って開けた時に見たら中で粉がこうビャーってこうね、ぶちまけてたっていうのは、まあ、よくありますよね。これもトレーニーあるあるだと思うんですけれども、まあ、BCA、ぶちまけたみたいなね。だからやっぱりそういうこともあったりするので、どれがいいとかどれが悪いってないですけれども、まあ、いろんなやり方があるかなと思います。でね、まあ、そのいろんなやり方があるというとですね、例えばこれ僕の場合シェーカーですけれども、こういう、こうジャンボシェーカーとかね、ジャンボシェーカーにプロテイン入れて飲んでもらうっていうのもいいし、結構せこい話なんだけど、このシェーカーにプロテイン入れて、ここにBレジェンド BCA、 レジェンド BCAA を入れて、Bレジェンド BCAA と水で、Bレジェンド BCA ウォーター作った状態で、飲み終わったら、ここにパウダーだけ入れたやつをこっちに入れ替えて、シェイクして飲むと。これは洗わなくて済むみたいなね、なんかそんなことやったりもしてるし、あと、まあ、BCA に限らず、まあ、もちろんでこうジャンボシェーカーの使い道は本当いろいろあってね、スポリカ、ね、とかもありますよね。でこのスポリカとかを、まあ、こういうねジャンボシェーカーに入れてもらうのもいいし、まあ、こういうねスクイーズボトルに入れてもらうのもいいし、であとはこういうビレジェンド BCA であれば MD ね、ビレジェンド MD をとBCA を混ぜて、ワークアウトドリンクにして、こういうのに入れるっていうのもいいしね。まあ、いろいろあるかなと。まあ、持ち運びといえば、こういうね、まあ、全然話は変わりますけども、Bレジェンドキャリーとかもありますからね。こういったところに入れて、ちょっと持ち運びの意味が変わってくるけどね。まあ、試合とかね、選手なんかはこうやって運ぶのもあるかなと思います。まあ、こんな感じでね、まあ、いろいろありますけれども、まあね、
人それぞれですよ、人それぞれ。あの、持ち方、運び方、持ち運び方いろいろあるんですけれどもね。まあ本当にね、なんかいい感じにしてもらったらいいんじゃないかなと思います。で僕の場合はやっぱりもう一番、勝手に僕が、いや、みんなそうしてると思ってたんですよ。シェイカーの中にスプーン4杯分入れて、持ち歩いて水入れて飲んでるんだと思ってたんですけど、なんかね、いや、もちろんこの僕と同じ派の人もたくさんいるんですけど、なんかいろんな派が、やっぱりこの袋丸々派とか、ジップ袋に入れる派とか、なんかいろんな人がいらして、まあ、いろんな運び方あるんだなっていうのが、まあ勉強になりました。まあ皆さんどのように持ち運びされていますでしょうか？ぜひコメント残していただければと思います。はい。ということで、ですね、まあ、今回はみんなどうやってプロテイン持ち運びしてるのという動画でございました。ぜひですね、この動画の方よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで、また三原さんお会いしましょう。さよなら。